はい、こんにちは。リップス横浜店トップスタイリスト佐々木小太郎です。アシスタントの町です。よろしくお願いします。お願いします。本日はハンサムショートというのを作っていこうかなと思います。まあ、ハンサムショートって何かっていうと、毛流れナチュラルセンターパートのことですね。はい、と顔周りの毛流れから自然にこうリバースに髪の毛を流してオイルだけでさらっと決まっちゃうスタイルになっています。今とてもすごく人気なので、今回はそのアイロンで簡単に作れるハンサムショートを今日は動画にしていこうかなと思うので、じゃあ早速ですがよろしくお願いします。今日は僕がやらせていただきます。マジっすか？お願いします。マジっす。マジっすか？いいって言ったじゃないですか。言いましたっけ？言いました。だそうです。はい、はい、どうぞ。先日発売されたダメージオイル使っていきます。青なんですよ。青なんです。これ、はい、長さ的に3プッシュで使っていきます。お、これで手伸ばしてるので後ろから持ち上げながら全体につけていきます。長さが長いんで割としっかりめにつけちゃって、あーいい匂い、する感じで、あーいい匂い。何の香りでしたっけ、これ。これはグリーンアップルとどうですか。あ、いいっすね。モデルさん自体は軟毛で立ち上がりにくいんで、しっかり根元を起こしながら乾かしていく。ここの黒目と黒目の内側のライン上、この辺はしっかり立ち上げていただいて、で残りのところはしっかり絞って乾かす。こうしっかり後ろに流したいので、後ろから前にこう風を当てながら毛先を後ろに逃がしていきます。ここからアイロンでまた毛流れを強くつけていきます。よろしく。ういっす。最初は下の段から大体2センチ幅ぐらいでつけて、センチぐらい、この厚み分取ったフォームなどをしっかり溶かしながら取るとより流れやすくなって、前にシェイプするようにして、ここはめていく、こういう感じ。そうするとこういう変わり感で後ろに流れる。これをひたすら繰り返して後ろに流れていく。簡単やないですか。はい、これが、はい、リバースの一番簡単なやり方です。こんな感じで流れていくんで、これをどんどん作っていく感じです。どんどんね、どんどん、うん、どんどんやっていきましょう。どんどんやります。はい、チョイス。立ち上がってしてしまって外に、こういう感じで作っていきます。今日は、ライトムーブと新しいオイル、こちらの2種類使って、だいたい量はライトムーブの方が多めのいいので、これですかね。親指の第一関節いってくるんです、ね、そこにオイルをアップしてるやつが足りなかったと思います。なんですか？最初分離しやすいんで、しっかり馴染ませて、しっかり指の間まで白いのがダマがなくなってつけていきます。後ろから持ち上げるように3回目をしたらめくり取る、
った時に足りないなと思って、マックスを使うことでここに調節がしやすいので、オイルだけよりはマックスを使ってよく使います。こんな感じで目元が立ち上がって足が締まってこういう感じで作っていくと、センターパートの完成ショットはいかがですか。はい、いかがだったでしょうか。なぜか今日は僕がちょっとモデルをやってしまうことをやってしまったんですけども、はい、ちょっと急遽で、はい、僕がやらせてもらいました。ちょっとね、何なんですかね本当にハンサムショートですね。今本当にオーダーが多いスタイルなので、カットのみでかつアイロンで簡単にでかっこよく決まるので、まあ、このようにワックスをつけてももちろんかっこいいんですけども、オイルでもバッチリ決まりますんで、ぜひオーダーの方お待ちしております。はい、はい、じゃあ今日もありがとうございました。また次回の動画よろしくお願いします。はい。